憲本着色五字、文殊像は、鎌倉時代末期、南北朝時代の画像である、文官房広志信の代表作。文官が、五代醐天皇に五字像として仕えていた、建武元年6月9日、数え57歳の時に、坊坊への37日供養として、自母的な姿の文字菩薩を描いた、仏教絵画である。昭和11年5月6日、重要文化財指定。 門官が、日下文珠、毎日の修行として、文珠菩薩を描いた物作者の門官坊博志神は、新言、立宗の遁聖像から身を立てて、後新言宗大五派の密教像も兼ね、五代御天皇の御自像として仏教面での第一の、側近となり、第五次座す天皇寺別等、当時一長者として活躍した中世政治史上の、重要人物である。その一方で、 文館には画装としての一面もあり、関わった美術作例の現存点数は中世の僧侶としては並ぶものは少なく、特に絵画制作に限れば中世最大である。仮の葉の絵師である蚊の絵能は本調菓子で文館の画家としての力量を不盆と評している。文館の弟子が表した湯雅伝統賞は次のような伝説を伝える。文館の母は海人児。 呂伊林観音と白衣観音に寄生した。すると、夢の中に観音菩薩が出てきて、赤、白、青の三つの胞子から一つを選べという。文館母は白の胞子を選んで手にしたが、そうして生まれたのが文館坊広島であるのだという。伝説の内容の真偽は、ともかく少なくとも文館の観音信仰は母に由来することがわかる。 後門文館は、文珠菩薩も信仰するようになった。田村高照は、門館は、新言立宗宗本山の最大寺に入って後、文珠菩薩の図絵を毎日描くのを、日課の修行としていたのではないかと推測している。防護、門館と、初意味な、古音は、観音文字のアナグラムであるというのが通説である。その後、五代醐天皇の復診として、 原稿の欄では、鎌倉幕府によって、薩摩国機械ヶ島に流されるなど放難を経てきたが、原稿3年6月5日に、後醍醐が開始した、兼務の申請で徴用された。兼務元年4月1日から6月23日の、いずれかの日に、第五次座すに登った。こうした中、同年5月、母が死去し、その37日の追前供養として描かれたのが、本作品である。 なお、門館はさらにこの後、57日である6月23日に、8時、門樹像を描いている。本作品は、近代には、兵庫県芦屋の実業家で、美術品収集家の山本懲次郎が所有し、昭和10年5月10日には、憲本着色5時、門樹像の名称で重要美術品に認定され、翌昭和11年5月6日には、当時の国宝に指定された。 その後、奈良県奈良市なら国立博物館像。拳本着色、縦90.8センチメートル、横41.6センチメートルで、この三尺一尺半というサイズは、基準的である。右手に、知恵の剣、左手に盆鏡を持ち、四肢に起乗する図像は、文殊菩薩の図像としては定番である。五字とは、五形、つまり多分差が五つあることで、 これも、文書の多部差数としては最も一般的なものであり、文書の内側彩を本税とする位置形態を表現する。7日ごとの記述供養は、平安時代すでに見られるが、供養本尊が定式化したのは、室町時代で、定式における37日の本尊は、地蔵菩薩である。文館の時代はまだ過渡期にあるため、必ずしも地蔵菩薩である必要はないわけだが、特に、 文珠菩薩が画題として選ばれたのは、内田圭一の推測によれば、文官本人の強い文珠信仰とも関係しているのではないかという。画面左下に牧書で、拳務元年6月9日、相当非母精霊第37日、笹ぐずの恩母とある。母の供養のための作品であることは、大歴を参照。最後の失胆文字二つ、恩母の趣旨は、 藤掛静也の説によれば、逆から読んでも、音、つまり、文のことであり、文官房広島という署名の意なのではないかという。また、画面上部には、文殊の立名字、法王唯一法、一切無意人、一同出生しと、牧書されている。は、文殊菩薩を表す主字である。図像上部に主字を配すのは、文官の作品に、特徴的だが、 文殊画像に種字を入れるのは文官に限らずよく見られ、内田の推測によれば、古代から北曹の慣習ではないかという。内田圭一の評価では、本色の絵物資の作品に比べて、絵そのものの完成度としては若干劣るという。菩薩の描線にややシャープさが欠けている上に、その装飾品の形も繊細さがない。頭部を後ろに振り向いてあんぐりと口を開ける獅子の、 姿も全くスマートではない。しかし、それだけにかえって、門館本人の筆であることが証明される。また、一般的な文字菩薩像は、同時型で理髪なりりしい顔つきで表されるのに対し、本作は全体的に優しくやや女性的な形で表現されており、その笑みを浮かべた目元や口元は慈愛を感じさせる。内田は、想像をたくましくするならば、 文官は自身の亡き母のイメージを文殊菩薩を通して表現したのではないかとしている。一方、田村高照は絵、書、仏像としての信仰心という総合面から高く評価している。その描線には日課として文珠を描いてきた修練、修行による出力の力強さが認められ、信仰心に裏打ちされた優れた画像としての進化を感じ取ることができる。 そして、牧書の字も、国宝、五代五天皇新官天朝陰神の文官屋きと、同じく、作者の京武室強直差をよく表している、としている。中島博史は、着用する衣への近霊線描による、絵画的な文様や、獅子像の墨線の力強さ、太さに、時代の風を見て撮ることができるとしている。また、構想による、母への的な思いが込められた画像として、 味わい深い作品と評している。ありがとうございます。